思い出のガンプラキットレビュー集。機動戦士ガンダムシードデスティニー。100分の1スケール。カオスガンダム。コズミックイラ73年10月。地球連合軍の特殊部隊ファントムペインが、プラントの軍事衛星アーモリー1を強襲。正式配備直前だった。ザフトのセカンドステージと呼ばれる高性能モビルスーツ。カオス、アビス、ガイアの3機が強奪され、その場に居合わせたアスランザラや、モビルスーツ奪還に出撃したミネルバ隊との戦端が開かれるのであった。カオスガンダムは、機動戦士ガンダムシードデスティニーに登場する、ザフトの可変モビルスーツなのでおます。正式名称は当然カオス。いわゆる、セカンドステージシリーズの1機で、グアリアブルフェーズシフト走行展開時の機体色はグリーン。宇宙空間での高機動戦闘を主眼に置いた仕様ながら、大気圏内での飛行も可能な素晴らしいモビルスーツなのでございます。そうだ、その通り。悲しいかな。正式配備の直前、アビスやガイアと共に、ファントムペインのヤンキー3人組が強奪し、盗んだバイクで走り出しちまったのは周知の通り。巷では、機動戦士ガンダムのオマージュと言われる機動戦士ガンダムシードに対し、機動戦士ガンダムシードデスティニーは、機動戦士ゼータガンダムのオマージュだと言われ、その前評判を肯定するかのごとく、物語の序盤において3機のガンダムが強奪され、当然のごとく、追撃戦が展開されるパティーン。戦い慣れしていないミネルヴァのクルー相手には健闘するも、元クルーゼ隊のメンツに圧倒されちまったのは当然だろうそうだろう。何せ、機量が格段に違う上、トゥートリオンビームでエネルギーを供給できない状況下では、発揮できる性能におのずと限界があったのですよ、こんちくしょう。果たして、この3機はモビルアーマー形態への変形機構を持つ機体で、カオスはどうおるような形、いわゆる、ガウォークのような形態に変形するのが素敵すぎ。この形態では大出力のビーム砲、カリブス海が使用可能となりまして、脚部のビームクローを展開した猛禽のような状態での、高い加速力と攻撃力を生かした一撃離脱戦法を得意としているのですよ。パナイネー。特筆すべきは、どちらの形態でも腕部が使用できるために、蛍光火器の使用に制限がない上、接近戦用のビームクローや、オールレンジ攻撃が可能な機動兵装ボットなど、隙のない兵装を用いた柔軟な戦闘が可能なんどすえ。でもね、まあ、なんだ。この機体はどちらかといえば空間仕様で、重力下では、機動兵装ボットのブースターの推力に頼るしかなく、ボットは本体へ固定されているのよな。当然、飛行中に分離したら失速するので、重力下ではオールレンジ攻撃もできないのですよ。あいたたたー。だが、しかーし、アニメ本編では、うっかり大気圏内で分離してオールレンジ攻撃をぶちかましたのですよ。わけわからん。一応、100分の1スケールキットの解説では、有重力下の場合、機動兵装ボットがブースターを兼ねるために離脱は不可能と記載されていたのだけども、なんか、使えるんじゃね?みてえな感じになっちまったのですよ。まいったね。パイロットはスティング・オークレイ。地球連合軍特殊部隊、ファントムペインの生体兵器であるエクステンデッドで、髪型やら服装やらが、昭和のヤンキーみてえな感じがイケてるお方。赤いシャツはいつでも喧嘩上等という意思表示なのにちげえねえ。劇中では、同僚のアウルやステラの面倒見が良い兄貴分だったせいもあり、ツイッターだなが、遅れ兄さん。兄弟のちぎりを交わした、アウルやステラと共にアーモリー1に殴り込み、正式配備直前だった、カオス、アビス、ガイアの強奪に成功。カオスはスティングの相手となって、盗んだバイクで走り出したのは語り草。ところがギッチョン、度重なる戦闘においては結果が出せず、ステラやアウルの剣でお薬を決めすぎ、嫌なことをきれいさっぱり忘れちまったのですよ。まあ素敵。帰ってきたステラがノルデストロイの護衛につくも、キラ様のフリーダムに対して、モビルスーツの性能で強さが決まるわけじゃねえ、などとほざいた直後にサブキャラがノルムラサメ3機に袋にされて、自身がほざいたセリフを体現するという手いたらく。死んじまったのかと思っていたら、どっこい生きてて復活を果たし、破壊衝動のみの存在となり果ててデストロイで戦うも、最後は新ちゃんカルディスティニーにとどめを刺されちまったのでしたとさ。そうかそうか。よかったね。とにもかくにも、番組開始前の前評判では、また3人組が出るのか、今度はどんなヤバい連中なんだ、ってな感じに期待されていた時期もありました。スティングが意外にいいやつだった分、仇役としては中途半端な印象で、どうしても、前作のジャンキー3人組と比べてキャラが立っていたとは思えない上、ヒロインの一人として人気だったステラのガイアや、一応主人公であるシンちゃんにやられたアウルのアビスと比べ、一応ガンダムにもかかわらず、サブキャラが乗る量産機に撃破されるという世も末な事態は、ファンの方は元より、モデラーのモチベーションが大いに下がる要因になったもんざいもん。ただでさえ、ガンダムシードデスティニー開始時のガンプラの売り上げは苦戦したと言われるも、特に苦戦したと言われるコレクションシリーズでは、一部店舗でカオスガンダムが50円で発売され、
1カオス50円という伝説が誕生してしまい、今でもカオスガンダムで検索をかけると、カオスガンダム50円と表示されるのがイミフ。これらの悪材料は、カオスガンダムの優先度が大きく低下する要因になったのでござりませう。そんなん、嘘っぱちだー。時は2005年1月。ガンダムシードデスティニー、100分の1スケールモデルの第2弾としてカオスガンダムが発売される。当時の最新技術を遺憾なく取り入れたキットは、HG でも成し得なかった、差し替えなしでの変形機構の実装に成功。しかし、関連キットの優先度は低く、カオスガンダムは、思わぬ苦戦を強いられたという。キットの値段は2300円。2005年1月に発売されたキットだよん。ガンダムシードデスティニーの関連キットが苦戦を強いられる中、当時の他のシリーズで得られた技術を反映し、HG ではなし得なかった、差し替えなしでの変形を可能とした名キット。インフィニットジャスティス以降のキットのような、マスターグレード準拠と言われるキットよりは粗い部分が目立つものの、充実したキット内容が交換され、隠れた名作と言われるガンプラなのでございます。名キット、来たー。武器は、ビームライフルにビームサーベル、専用のシールド、ドラグーンの改良型である機動兵装ボットがついてるよん。ビームライフルは3パーツ構成で可動部分はございやせん。シールドは、前腕に直接マウントするか手持ちにするかの選択式。ビームサーベルは本体が2本、クリアピンク成形のビーム波が2本付属し、サーベル本体はサイドアーマー上部にマウント可能。特筆すべきは、他の部位に干渉してサーベルが外れやすかった HG とは異なり、パーツ構成や形状を改善したことで、サーベルラックの保持力が向上している点はすんばらしいぞと言っとこう。についている機動兵装ボットは、後部ノズルを押し込むことで、ビーム突撃砲が展開するおなじみのギミックを実装。誘導ミサイルのカバーは、今回はカバーパーツが開閉可能に改善されたのだけど、基部が貧弱なので注意が必要なんどすえ。脚部のビームクローは、ほぼ設定通りに展開が可能で、先端に、クリアピンク成形のクローが付けられるのも交換できるポイントですな。そうですな。ギミックとしては、変形に必要なシステムはバックパックに集約されておりまして、頭部のアンテナを中央に畳み、頭部を180度回転させて、バックパックにあるモビルアーマー地の機種に被せ、バックパックの下部に接続しているリアアーマーの内側にある2つのピンを、変形時に大腿部の上部にあるダボに挿入して固定する仕様。難点を言えば、構造上、バックパックに取り付ける可動部のパーツが壊れやすいのよ。あいたたたー。ハンドパーツは、右のライフル持ち手と、サーベル持ち手が両手分付属。頭部アンテナは、スチロールと軟質樹脂の2種類が付くという最近では希少な仕様なのが半端ねえ。その他、オクレ兄さんのキャラクタープレートと、そのスタンド。色分け用のシールは、ツインアイと頭部センサー用のみと少なめだったりした問題。耐震オービンもご承諾あれ。モビルアーマー形態への変形を可能としながらも、どちらの形態でもプロポーションに破綻が少なく、しかも、パーツの色分け成形も秀逸というおまけ付き。これらは、プロポーションの調整を行った、バンダイ開発陣の面目躍如というしかない残数。一応、関節や機動兵装ボットのバレルなどキットの一部に ABS を使ってますし、合わせ目もがっつり出るのだけども、こいつはモデラーにはご馳走みてえなものだったりするのでもう満体。この当時の可変モビルスーツのガンプラの定番仕様は、関節の可動よりも可変ギミックを優先した仕様のため、変形に必要な関節部の可動は良好ながら、それ以外の関節はあっさり塩味。このキットの場合、股関節や脚部、バックパックの可動は良好ながら、肩の関節は引き出し式ではない上に、機動兵装ボットに干渉する上、腰の関節も、腰部のサイドアーマーや、バックパックに接続するリアアーマーに干渉しちまうのですよ。参ったね。とはいえ、元の設定画からして、こりゃあちこち干渉するなと、見る人が見ればわかるデザインなのでして。例えば、マスターグレード化された場合は、関節の可動を充実させるために、変形時でも腕部を保持できる強靭な関節が必要だろうと思われ、一向にキット化されないのも、技術を蓄積した上で、満を持して発売する予定だからに違えねえ。何せ、最近のキットは硬い ABS は使わず、軟質プラスチック KPS を使うので、そのあたりをバンダイさんがどうカバーするのかが見物だな。てな感じに、天高く創造の翼を羽ばたかせるモデラーもかつてはいたのだけれどもね。すでにカオスは、バンダイさんに絶対的な不信感を与えることに成功していますので、そんなの絶対、ありえなーい。とか言っとこう、まる。思い返そうそうしあう。1カオス50円と言われたコレクションシリーズ。半額で売ってた店舗も存在した HG のカオスガンダム。これらの悪材料の中、満を持して発売された100分の1キットも、良作にもかかわらず苦戦していたのは確かで、アビスやガイアが発売されなかったのも、この結果をバンダイさんが鑑みた結果なんじゃねえかと巷では言われ、この後くらいから、愛と希望と友情の集大成、ザクザクキャンペーンによる、
怒涛のザクゴーリア押しが始まるのですよ。わけわかめ。とはいえ、カオス。混沌という中二病患者が好きそうなワードから、ネタキャラとしての需要があるほか、カオスインパルスなど、後発のバリエーションを再現すべく地味にキットの需要があるのは確かなのだよ、初見さん。当然、投げ売りされていたキットも、おそらく、モデラーが大量に購入したのは間違いねえ。用途としては、ストレスを解消するためのパチ組み用とか、塗装の練習用とかいろいろですよ。いろいろね。ありていに言えば、モデラーもしばらく模型を作ってないと確実に腕が鈍るので、途中で投げ出したキットの制作を開始する際、間に軽く組めるキットを挟むやつもいるのよな。なんつうか、2、3時間続けて作業しないと調子が出ない方とか、モデラーもいろいろな連中がおりますし、うっかり、デザインナイフで指を切ったり、足に落として血を見たり、うっかり寝落ちしてたら、なぜだか覚えてないけども、デザインナイフを握りしめててビビったというやつもいた問題。たまに模型作ってて怪我するのが怖いというコメントを見かける今日この頃。まあ、パソコンやスマホなど、日常生活で指先を使う頻度が高くなったんで、怪我をしたら厄介なのはわかるのだけど、これまでの経験から言って、作るのが上手いやつは、あんまし怪我はしないものなのよな。基本としては、疲れた時に刃物を持たないとか、刃先に手を置かないとか、一般常識を守れるやつは怪我なんかしまへん。例えば、ダチとかが怪我したとかいうのは、テレビ見ながら作っていたり、何かを同時にこなしてたりした時なのだよアホンダラ。ちなみに、昔もそんな心配をするやつはいたもんで、そいつは、今でいうところの切れない手袋みたいなやつや、指に固めの包帯を巻いたりして作業していたものだけど、やっぱりというかなんというか、怪我が多い傾向のやつは、もはやそういう個性としか言いようがないのが現状。大学行っても社会に出ても、生まれ持った個性はあんまし変わらないものなのですよ。わかれ。わかるかなぁ。わかんねえだろうなぁ。てな感じで、カオスガンダムの関連キットが、いかにモデラーに貢献したかがお分かりいただけただろうかね。まあ、カオスという名前をモビルスーツにつけるセンスもどうだろうとは思うけど、実際、人気やガンプラの売り上げが迷走したあたり、まさに、カオスの名に恥じない存在だったのでござんすよ。はい。そいつは絶対、褒めてなーい。